ジレトークをお聞きの皆さん、女性の好きな部位はおっぱい、ジェネレーションです。イエーイ、書いてないでしょ、そんなこと。書いてるじゃないですか。書いてないよ。イエーイ、女性の味方って書いてる。書いてるから呼んだんすよ。書いてないよ。今日のメンバーは、おっぱいと、ちぶさと、脇でございます。じゃあ今日はちぶささんと脇さんをゲストにお迎えして、はい、お送りしたいと思います。いやーでもね、久々じゃない、この3人。いやー久しぶりですね。もうね、楽しみすぎてね、心臓が口からプリンツしそうですよ、もう。僕はもうちぶさからブッシャーって言うてね。いやーまあね、2019年はいよ、本当に残りわずかです。うん、残るは紅白歌合戦のみ。うん、うん、その他。え、これ、紅白歌合戦じゃないの？違います。え、幸次郎歌合戦じゃないですか？違います。メンバーはみんなどんな一人だった？いや、そうっすね。A カップだったのが、ヒアルロン酸の注入を続けることによって、D カップまで上がったりする。ああ、いいですね、D は。ちょうどいい大きさですね。はい。でかすぎず、小さすぎず。はい。ああ、いいですね、ちぶささん。はい。脇さんはどんな一人でした？そうですね、8本あった肋骨を2本ずつ抜きましてですね。はい。上2つしかないんですよ、今。ああ、ウエスト遅くなりました。すごい T シャツ着るとね、よくわかんないスカスカ感になりまして。いいですね。いい一年になったなと思っております。おっぱいさん、おっぱいさんはどうでした？この前初めてクジラに乗って、クジラに乗らせていただきまして、そう、クジラに乗らせていただきまして、あるんすよ。そういう、今流行ってるんすよ、クジラ、クジラライド体験みたいな。クジライド体験、クジライド体験みたいな。流行ってまして、マジで。この前初めて行かせてもらいまして、料金はちょっと高めで、35万。高いな、クジラって。クジライド体験行きまして、まあ初めてクジラの塩をプシャーって食べたんですけど、人間の塩と同じ匂いするんですよね、あれ。人間の塩、だからまあ汗かいた時の匂い、汗かいた時の匂いと同じ匂いするんですよ。それはやっぱいい経験やなっていう。それすごい経験だね。いいな、本物の塩吹きってことだもんね。本物の塩吹きを経験しまして。いいね。あ、こういう世界もあるやなっていう。で、役年は誰だっけ？役年僕ですね。どうでした？役年。あのね、今年ね、役っていう感じじゃないかも。前役の時の方がヤバかった。だから去年だね。去年の方が役感あったね。うん、今年あんまり。あんまりだね、役年。まあ翻訳って感じなしだね。まあ脇さん見ててもあんまそういう感じなかったですからね。うん。じゃあ来年は後役ですね。後役ですね。後役大変そうですね。頑張ってください。ね、亮太君が後役だからね。うん、で、レオが翻訳になるんで。うん、なるほど。生まれ年は1個下だから、レオの方が。96年だから。なるほどね。ちぶささんは？はい。もうあんまそういうの気にしないタイプなんで知りません。はい。あ、そうなんですね。もう、己の運命は己で切り開くっていう。そういうことです。俺の邪魔するやつはどけっていう感じ。そういうとこです。なるほどですね。男らしくて素晴らしいですね。はい。でもね、1個だけ言っていいですか、2019年。うん。来年、なんと、そよ風3で写真集出します。そうなの？いるやろ。嘘。あ、そうなの？来年2020年そよ風3というタイトルでですね、写真集を、出すことになりましてですね。はい。乗り気じゃなかったやん。もう出そうかなっていう。2020年マジで。はい。パーフェクトイヤー、パーフェクトイヤーに出さなかったらもう出せないかなと思って。確かにな。そよ風パーフェクト。じゃあどうする？だから2020年出します、マネージャー。宣言して。だからそういうね、どこの出版社をまず決めないとね。結構ね、俺がっつりしたところで出したい。やろうよ、ちょっと企画を考えようよ、自分たちで。これやりたい、あれやりたい。で、もう200ページぐらい。めっちゃ多ない？だから、多いか。だって3人のやつも取って、ソロのページもさ、だって一人さ、10ページとか欲しい。10ページでも少ないぐらい。辞書辞書。一人20ページぐらい出して。待つね。で、60ページで、間前後さ、30ページずつにしたらさ、それでもだって3、3、60、120ページじゃ、だって。うん。よくない？やろう。どうすか？全然僕はだって乗り気やもんな。そよ風パーフェクト。うん。逆にする？パーフェクトそよ風にする。こっちの方がかっこいいな。うん。か、アルティメットそよ風。アルティメットそよ風でもいいし。どうよ、これだからマネージャーに言ってもう相談しとこうよ、それ。うん、どこまで実現するかわかんないですけど、うん、来年そよ風が吹く時期にどうすか。いいと思うよ。ありで特典で公開生放送の応募券つけて、あら、で抽選で当たった500名の方とか1000名の方限定で
公開生放送ジェネトークやればいいじゃん。でジェネトークの公開そよ風3で、どうよ、うん、やろう。僕もこれが言いたくて言いたくて、今日なかなかいい朗報なんじゃないですかこれ、うん、ファンの方は喜ぶじゃないですか、番組から発生した、うん、うん、そう、まあいろいろ詰めていきましょうよ2020年、ちょっと実現に向けてやりますか。そうですね。それではここで一曲聴いてください。ゆうすけさんでそよ風あるんだ。ジェネレーションズがお送りしているジェネトーク、この時間はこちらのコーナーをお届けします。カズッチのビシャモンテ。ジェネレーションズの中で随一のアダルト担当カズハラリュウトにちょっと大人な悩み、夜の営み、アダルトな恋の相談、彼氏彼女への不満について相談するコーナー R してあり大反響でということで、なんかお悩みがすごい届いてるということで、ちょっとなんか年齢層を設けたわけですけど、全然30代じゃないっていう方からも来てるので、まあね、あの、まあ、とにかくもう大人の女性というか、まあ、女性をね、あの、ターゲットにしたコーナーにしていきたいなと思っておりますので、うん、はい、どんどん相談してください。はい、ラジオネームひまりさん、彼と一緒に住み始めてから家で行くことがほとんどで、たまにはホテルに行って一緒にお風呂入ったり気分を変えてゆっくりしたいんですが、上手な誘い方がわかりません。あんまり積極的に行っても萎えちゃうかなとか思ってしまいます。どんな風に誘われたら嬉しいですか。普段とは違う環境でそういうことしたくなりますよね。なるかもね。うーん、確かに一緒に住んでると、うん、マンネリ化ですね。いわゆるそういうことですよね。だからまあ普段のアプローチを結構その彼側から来るのを待ってるんだったら、たまにねひまりちゃんがね、うん、いきなりこの彼のちょっかい出したりすると、おい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 ってなってこうね、あの、始まったりっていうパターンもあると思うんですけど、うん、いやーでもどうすかね、ホテルに行って俺は嫌だけどね、マンネリしてきたとは言え、うん、ホテルに行こうよって言われて一緒にお風呂入ったりとかってやるのは俺は嫌だね、うん、ちょっとね萎えちゃう派です。僕逆にね、うん、だそのひまりちゃんが彼とどこまでこの性のさらけ出し合い具合にしてるかだと思うんですよね。やっぱいやそうだと思いますよ。でも本当にこう、うん、やっぱり本当それってすごい大事だと思うんですよ、うん、そのどこまでこう言える関係になってるのか、うん、これ多分ね、あの、僕思うんですけど、ひまりちゃん多分できるタイプの女の子だ多分、うん、その要はひまりちゃんのそのね、どれだけさらけ出せてるかが、うん、でちゃんとねそれをね、うん、あの、理解してもらうためにこうちょっとね探りを入れるっていう、どこまでこう私のことを受け入れてくれるんだろうって一回こうね、いきなりこうストレートにね、私もなんか家ばっかり嫌だからホテル行こうよって言うと、男はなんかこうちょっと義務的に感じたりするんですよね。あ、それな、抱いてあげなきゃいけないな。そうなんですね。それってすごいね良くなくて確かに、そう、あの、そういう営みをね、やっぱ男はこう付き合いが長くなってくるとちょっと義務的に捉え出すんですよ。そうなんだ、してあげないとなとか、そろそろとか思うと意外とねギャニオしないんですよ。そう、自然なのが一番、うん、やっぱ放浪者だから我々は。そうっすねやっぱり、うん、だからまあ一回ちょっとこう探ってみるっていう、なんかだからあれいいっすよ、全裸監督一緒に見るのおすすめするな。マジっすか。うん、結構、え、見たよね全部。見ました見ました。結構あれ多いらしいよ、あのカップルで見ててそういう雰囲気になってしちゃうって子。マジっすか。結構多いらしい、だからちょっとこうね違うアプローチをしてみるっていうのは、うん、いいと思いますよ。まあ確かになくはないかも。うん、え、これ読んでいいですか、このラジオネーム。ラジオネーム歩くえ、あ、歩く18禁。何の、何の確認やった。変わんないですか。変わらへんけど別に。こんなことを普通に人に聞けないので、リュウト君のこのコーナーを活用させていただきます。私はそういうことをするとき、キスしただけでもだいぶになってしまうんですが、男性からしたらそれはどうなのでしょうか。やっぱりどんだけ高ぶってんのみたいな感じで引いてしまいますか。かなり悩んでます。リュウト君教えてください。いや全然引かないでしょ。可愛いって思う。めっちゃ若い子やん。むしろだよ、ね、むしろでしょ。いるんですもんね、やっぱ女性の方でも。だからまあ男性で言うと、だからその前回ありましたけど、大自然にいたらどこの子がいるように、うん、そういう子もいて当然だと思いますし、別にそんな引くわけない、そんな、うん、え、逆もあるのかな、やっぱ。いや、いるんじゃない、いるでしょう。
かな。不干渉っていう言葉があるぐらいなんですから。確かに、うん。自然に濡れるほど素晴らしいことないと思いますよね。めちゃくちゃいいことだと思う。だからやっぱ神社初詣に行って今年一年の幸せを願うかのような気持ちですよ。やっぱ神秘的にそう思って濡れてしまうということはいいことですね、うん。すごいいいことだと思う。うん、やっぱりねこれやっぱこうそういう営みって。心もこう満たされるわけじゃないですか。やっぱりその子はもうキスしただけで心が動いてるってことはきっとねもうそれ、ま、営みが始まった時多分すごいことになると思うんで、うん、めちゃくちゃいいもう準備ですよそれは、うん、いやめちゃくちゃいいと思います、はい、全然悩む必要ないと思います、ね、悩む必要ない。素晴らしい。ラジオネームカズラの一人、私は少し前にこれ好きと言ったことがあり彼氏はそれを覚えてくれて積極的に毎回してくれます。しかし最近私はそんな風に思わなくなってきてもういいかなと思ってきてしまっています。だけど頑張ってくれてる彼を思うと今更好きじゃないってなかなか言い出せません。ストレートに言ってショックを受けてほしくないのでどうしたらナチュラルにやめてくれると思いますか。やめてほしいぐらいなんかな。いやだからもうちょっと飽きたってことでしょ。そうそうそう、多分そういうこと。最初はだから当たって気持ちいいみたいなことがあって、だからそれ別にだって違う気持ちいいところを探してこっちの方が好き最近こっちの方がいいって言ったら絶対男はもう一撃っすね。一撃でそれするよ、うんうん、男ってやっぱその瞬間めっちゃ尽くしてるんだよね。やっぱ死ぬほど愛すんだよやっぱりその瞬間は。やっぱそれいいとか言われたらねもう尽くすってなるとやっぱね覚えてるから気持ちよくしてあげたいとか思うとそれ好きって言ってくれたしってなるんですけど、うん、やっぱそれをこう男の子で自分で気づけないから女の子が言ってくれるっていうのはね男からしたらすごい助かるんですよ。やっぱ答えを教えてくれてる。そう男は分かるじゃないですか、うん、でも女の人って答えが分かんないから、うん、もうその人の言葉を信じる以外ないわけですよ。そう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 、うんね、でもすごいそのそれ好きって言える環境っていうか関係性っていうのはすごいいいことだと思うんで。確かにいいですね。だからこの二人は多分割といいもう打ち上げ方をしてるんじゃないですか。二人は関係値としては、うん、だから駆使しながら新しい快感っていうのを二人で話し合いながら求めていくっていうのはすごいいいことだと思いますよ、うん、いいっすなぁ、羨ましいなぁ。いいと思いますよ、うん、すごくいいと思いますね、うんうん、じゃあラジオネームチンラジオネームルンさん これ読んでいいんすか。大丈夫ですか。21歳大好きです。違うでしょ、全然違うよ。全然違う。違うんですか。びっくりした。だから確認したんですよ、読んでいいですか。違うの、そのまま。いいんすか。見た目的に派手な人間です。どちらかというとパリピ人間で周りからは男女関係で遊んでそうと第一印象で言われます。恥ずかしいことだとは思っていないです。今までやりたいと思うような人に出会ったことなかったので守ってます。誰にでもその自分をさらけ出すのは好きじゃないので。だけどもし本気で好きな人に出会ってやってもいいって思った時、男性はどう思うのかな、嫌なのかなって思うと、そんな人に出会う前にやっとくべきなのかなって思っちゃいます。友達の男たちにはこんなことを聞けないので教えてください。まあ世間一般的に言うとちょっと遅いのかな今やと。21歳ってもしかしたらね遅い方なんじゃない。まあでもその初めての相手って多分こんだけガード硬かったらミスることないと思うから、うん、多分初めてって言った時に優しくしてくれる子をちゃんと引き寄せられる感じがするけどな、うん、なんかそんな気しません、うん、なんかもう流れでホテル行くっていうことにはならなそう、この子。だって21までだって本気でしたいって思う人と巡り合ってないってことは、本気でしたいって思うぐらい一緒にいたいって思うってことは、それを打ち上げてもきっとその人は優しくしてくれるような人を自分で選べる能力は持ってそうですけどね。うん、めっちゃいい子なんじゃないですか。めちゃくちゃいい子なんじゃないですか。まあ分からないけど、こんな自分で言うってことは髪の毛も明るくてね、人付き合いもいいタイプかもしれないけど実はっていうことでしょ。うん、それはそれでエロいですけど、ね、めちゃエロいやん、この子、うん、エロっ逆にそれを欲しいっていう人が見つかるといいですよね、うん、君の初めては僕がいいっていう子が他で聞いたことあるな、うん、そのセリフ。なるほどね、うん、なんか一言なんかありそうじゃないですか。どうなんですか。いやー、これは難しいね、この質問は。何かしらだからこのルンさんの中でもだからあるんでしょうから、やっぱ男としては身構えちゃいますよね、やっぱちょっとだけ、うん、なんかあったのかなとか考えちゃうと、だからそのリュウト君が言うみたいに本当それぐらいの人と出会わないと男性からすればちょっと構えちゃう部分はあるかもなとは思っちゃいますけどね。やっぱなんかもう心が反応したというよりも質問したらその人としたらいいよ。うん、だから別にハメを外そうと思ってもハマった分には別にいいんじゃねえのかってことですね。そういうことですね。そういうことですね。気にすんなと。ラジオネームウスニムさん、年下の彼氏がいます。私は根っからの M 気質で
先日たまには攻めてほしいなと言われてどうしたらいいか分からず漫画にありそうなキザなセリフを棒読みで発するなどしてしっかり彼をがっかりさせてしまいました。非常に恥ずかしくやっちまった感がすごいです。男性が喜ぶ攻め立て方をどうか教えてください。いやこれねもうS と M って一括りで言いますけどもいろんな種類がありますからね。これ難しいっすよね。難しいよこれ。だからたまには攻めてっていうさ彼もさ一番いいのは何をして攻めてほしいかっていうのを言ってあげることが優しさですよ。僕この間ね千鳥さんのあの番組出たんですけど、はい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 、あれおもろかったあれ。ガチの SM 嬢とド M 男のサンサンみたいな感じの奴隷ハウスってやつがあるんですけど、うん、要はそういうことですよ。もう M 男くんたちがその S の女王様にしてほしいことをもうさらけ出す。もう例えばムチで縛かれるようなのが好きな人もおれば、もう拘束されて口しか開いてないようなもう全身タイツみたいなの着て、あの熱々のウインナー食わされるのが好きとか、もう踏みつけ系が好きとかいっぱいあるんですよ。これちょっと彼に責任があるなと思いますけどね。うん、M ってもう分かるわけじゃないですか彼女が。その彼女に対してちょっとたまには攻めてよって。それはちょっと無謀すぎるというか、いきなりねまだ習ってないそのアクロバットの技はいどうぞやってくださいって言われてるのと一緒というか、彼がもっとこう何をして喜ばしてほしいっていうのをしっかり言ってあげないとね、うん、難しいっすよねやっぱ。それはウズニムちゃん別にその落ち込むことではないから、ね、難しいと思う。なんだろうね、うん、相性は合ってないのかもしれないね。だからその彼氏とのその夜の相性はもしかしたら、うんうん、この間だってね、アルコ&ピースの平子さんと、島栗先生ね。ね、直接あのイベントで話した時に、うん、もうやっぱもう嫁としたくてしたくてしょうがないみたいな。うん、でもそれ他の人としたくないんですかって言ったら、キスすらしたくないらしいの、平子さんは。うん、もう粘膜とか粘液すらもう他のを混ぜたくないと。うん、でも細胞レベルで愛してるから、もう何をしてても気持ちいいんだと。うん、もう今日12時間も会ってないんですよ、嫁にっていうレベルなんだって。すごいっすよね、それは。すごいね。だからそれぐらいやっぱ相性がいいっていう人もいるから、うん、なんか一概にねそのそこにだけこうフォーカスして落ち込む必要もないというかね、うん、なんか聞いてあげたらいいの、そのえじゃあ何してほしいのって多分彼ねそれで嬉しいと思うで、いやいいわみたいな言うと思う多分、あ恥ずかしいからみたいな、うん、言ってよ全部してあげるからって言ってあげたら男喜ぶでしょ、うん、うわー、うん、めっシャッこれ絶対使ってくださいね今んとこ。これは男心くすぐられますよ、その S っきゃる男の子が たまになんか攻めてほしいって言われて、うん、えじゃあ何してほしいのって言われて言いたくないもん普通絶対。確かにね。でもそれ言ってくれないと分かんないし、もし言ってくれたら何でもしてあげるよって言われたら、うん、たまらんちですね。1個多分ね2人の仲がまた変わるきっかけだ。これはエロいな。確かにどうなんですか、ゆうたくん攻めというか受けというか両方ですね。両方、だからどっちもバトン制ってこと。入れ替わり立ち替わりでシフト制ってこと。シフト制ですね。それは素晴らしいね。昨日がどっち S のシフトだったの。僕 S シフトが S のシフトだったのってことは今日明日あたりが M のシフト。 M のシフトかもしれないです。もしかしたらそれは素晴らしいね。当日のあの当番表見ないと分かんないです。なる、家帰った時の当番表だ。それでも素晴らしい。それほんまでもめっちゃいいかもな。そういうの、うん、そういうの面白いから、うん、カレンダーにもう書いとくみたいな。SMSM シフトみたいな。例えば週2ぐらいで釣れたら、えじゃあ今日ウズニウムがじゃあ今日 M ねみたいな、うん、明日俺 M になるからみたいな、うん、そしたらもう1週間めっちゃワクワクせん。確かに確かに、ね、今日俺こっちかみたいな。そうね、今週俺がと先かーみたいな、か先に家に帰った方がその書く権利があってみたいな。確かに。でうわ今日俺が後かってどっちやろうって、あ今日お前そういうタイプかーみたいな、 M かーみたいな、ああいかなかまーっていう感じ。ああめっちゃいい、同居したい。うわそれめっちゃいいわ。面白い、そういう楽しみ方もありますよね、うん、それではここで一曲聴いてください。オリジナルラブで接吻。ジェネレーションズのビシャモンテ王と、チャピチャピ王とクチクチョがお送りしてきましたジェネトーク、本日の放送はいかがでしたかということですけども、ちょっと最後にねサクッと、はい、もう一つだけ。ラジオネームこうちゃんさん、はい、私はついに本気で好きになってしまいました。割り切った関係だからこそ続いていたところはあったし、都合のいい時だけ会えるのがいいよねなんて言い合ってたのですが、好きになってはいけない、なるわけないと思ってたのですか。この声はやはり隠すべきなのでしょうか。私的には気持ちを伝えたいところもあります。でもこの関係が崩れるのならやめた方がいいのかなとも思います。これどうしよう。女側は難しいっすな。これはね、やっぱね男性と女性っていうのも違うんですよ。そのだからやっぱりね
良かったんだろうね、この出会える関係っていうのが、やっぱね、これはね、もう負けですよ、ゲームで言うと。この子のそうね、ほちゃんさんの負けのルール違反なのよ、これは。そうね、うん、だからこれは伝えちゃダメだと思うな。だと思う。うん、伝えることによって結構失うものがあるかも。あるかもね。あるし、まあゲームに負けたね、こちゃんさんが負けたね、これは。だからその負けをしっかりこう負けとして受け入れるのか、負けの気持ちを押し殺しつつ自分のね、そういう快楽を楽しみ続けるのか、そう、ね、どうにかなろうとするのか。でもそうなった時に男性っていうのは一筋縄じゃいきませんよという。うわ深いなー。この番組では皆さんからお便りを募集しております。メッセージは JFN パークのアプリをダウンロードしてメッセージフォームから送ってください。JFN パークでしか聞けない音声コンテンツなんかもあるので、ぜひチェックしてみてください。ジェネレーションズに言いたいこと、聞きたいこと、何でも待ってます。ノーメッセージ、ノージェネトーク。ここまでの相手は、毘沙門天王と、プロの王と、愛の神と、そうじゃないね。愛の神が。お送りしました。ここまでの相手は、ジェネレーションズ。え、おげに膝直りした、今。パーフェクトそよ風3でした。ありがとうございました。